どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、三井住友カードが、オリーブフレーシキシブルペイのクレジットカードをですね、発表いたしましたので、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、前回ね、こちらの動画で大間からね、説明をさせていただきましたので、もしね、今回の動画、見られる方はですね、ぜひこちらね、先に見ていただければな、なんていうふうに思うんですけども、2023年の3月1日にですね、 こちらのね、オリーブフレキシベルペイのクレジットカードがですね、えー、発表されました。で、今回ですね、一般カードとゴールドカード、プラチナプリファードっていう風になっておりまして、この3つがですね、フレキシベルペイの、えー、クレジットカードが発表されたって言った形になります。で、今までのですね、ナンバーレスの一般カードであったり、ゴールドカード、あとプラチナプリファードってありますよね。まあ、それとですね、関連がないのかって話なんですけども、まあ、関連がね、ないわけではないんですけども、 今回ね、フレキシブルペイのクレジットカードがですね、一般ゴールドプラチナプリファードで発表されたって言った形になります。 ですので、まあ一応ね、あの、かかりがないわけじゃないんですけども、同じカードではないので、これから発行されるっていう方は、新たにね、フリシベルペイの一般カード、ゴールドカード、プラチナプリファードカードをですね、発行していただくっていった形になります。ですので、今から発行される方は、カードがね、もう一枚追加になるっていうふうになりますんで、切り替えみたいな感じではね、ございませんので、この点はね、覚えておいてください。で、まずね、一般カードからね、見ていきたいなと思うんですけども、えこういった 形になりまして片面はプリズムグレーパステルグリーンえあと普通のグリーンですねえっていう風になっておりまして年会費がねえ一般カードの方が年会費無料っていう風になります。 で、このね、支払い方法が、今回のね、このフレキシブルペイということで、クレジットカードモードでも支払うことができますし、デビットカードモードでも払うことができますし、ポイント払いモードでも支払うことができるっていった形になるんですよね。まあ、これがね、確か業界初っていうね、このフレキシブルペイっていうね、あのサービスだと思うんですけども、まあ、こういった形になっております。 で、貯まるポイントなんですけども、こちらですね、V ポイントがね、貯まるっていう風になっておりまして、クレジットカードの場合は0.5%、デビットカードの場合も0.5%、ポイント払いの場合は2.5%ということで、200円につき1ポイントがね、基本的には貯まるって言った形になります。還元率とかね、そういったものに関しては、まあ基本的にね、ナンバーレスとほぼ一緒って言った形になりますかね。で、このね、フリキシベルペイっていうのは、 ポイント還元率ね、最大15%っていう風になっておりまして、まあ詳しい内容ね、ちょっと前回の動画でやりましたんで、そちら見ていただきたいなと思うんですけども、こちらの対象店であれば、最大15%のですね、還元がね、受けることができるっていった形になります。対象店はね、基本的に、えー、ファミリーマートを除くコンビニと、えー、飲食店がね、対象っていう風になっているわけなんですけども、まあどこでもね、この15%還元がね、受けられるわけではございませんので、この点だけね、注意していただきたいなと思います。 それでは次にね、ゴールドカードをね、えー、見ていきたいなと思います。ゴールドカードの件名は、こういった形になっておりまして、ゴールドとゴールドグレーっていうね、県、えー、名になっております。このゴールドグレーとかね、結構かっこいいですよね。で、年会費はですね、こちら、フィリキシビルペイのゴールドカードもですね、初年度年会費無料キャンペーンがね、やっております。で、年間ね、100万円使っていただくと、永年無料になるっていうふうになりますんで、聞いたことあると思うんですけども、ナンバーレスのゴールドカード もね年間100万円使うと永年無料になるわけなんですけどもこちらもね 永年無料でね、え100万円使えば利用することができるっていった形になります。で、気になるところですよね。ナンバーレスゴールドカードを今持っていて、100万円の決済修行をして、永年無料の特典を受けられている方は、まあこちらね、別のカードっていう風になりますんで、またね、100万円の決済修行が必要なのかっていう話なんですけども、こちらもね、公式サイトにちゃんと書いてありまして、三井住友カードゴールドナンバーレスをお持ちの方へということで、対象期間内ですね、対象期間が2000 2023年の3月1日。 から、2024年2月の29日までに、えー、オリーブフリキシベルペイゴールドカードに申し込みいただくと、えー、三井住友ナンバーレスゴールドで年間100万円達成済みの方に限り、オリーブフリキシベルペイゴールドの年会費永年無料をね、えー、お持ちいただけますということで、まぁ、あ、こちらね、条件が書いてありまして、三井住友ゴールドのナンバーレス年間100万円達成されている方、またですね、今回新たにフリキシベルペイのゴールドカードにね、申し込みされた方は、こちらね、決済 修行いらずにですねこちらのゴールドカードを年、えーね、無料でね利用することができるっていった形になりますですのでもうねナンバーレスゴールドで100万円達成された方に関してはこちらね修行しないでそのままね利用することができるっていった形になりますですけども冒頭に言った通りですねこちらは 新しいカードっていう風になりますんで、切り替えではなくて、こちらね、あの、申し込むともう一枚来るっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。またですね、このナンバーレスゴールドカードね、年間100万円使っていただくと、1万ポイントのね、ボーナスポイントがもらえますけども、こちらのね、フリーキシベルペイのゴールドカードもですね、同様に100万円使うと、1万ポイントがね、もらえるっていう風になりますんで、まあ先ほども言いました通り、まあ内容に関してはですね、 ナンバーレスゴールドですね、一緒っていった形になります。で、支払い方法もですね、先ほどの一般カードと一緒で、クレジット、デビット、ポイントモードでね、利用することができるっていった形になります。それでは次に、プラチナプリファードカードですね。剣面はね、こういった形になっておりまして、ブラックとプラチナホワイトっていうね、2種類が用意されております。で、こちらもね、年会費、初年度無料キャンペーンをですね、今行われてるっていう風になりますんで、このプラチナプリファードね、年会費3万3 3000円本来ね、かかるわけなんですけども、初年度ね、年会費無料で利用することができるって言った形になります。で、年会費ね、初年度無料でね、あの、入会された方に関しては、入会キャンペーンね、対象外っていうふうになりますんで、本来ね、入会後3ヶ月末までに40万円使うと4万ポイントもらえるね、あの、キャンペーンっていうのが、このプラチナプリファードあるんですけども、初年度年会費無料ね、あの、利用されている方は、 こちらはね、対象外って言った形になります。で、溜まるポイントなんですけども、こちらはね、プラチナプリファードだけ1%還元っていう風になっておりますんで、クレジットカードで利用していただいても1%デビットでも1%ポイント払いだと0.25っていう風になりますんで、こういった形になります。で、継続得点として最大4万ポイントということで、前年の100万円利用に対して1万ポイント、最大ね、4万ポイントまでね、獲得することができるって言った形になります。 で、またですね、今ね、現状で、プラチナプリファードをね、お持ちの方へということで、公式サイトね、出ておりまして、三井住友カード、プラチナプリファード、解約の上、オリーブフリキシビルペイ、プラチナプリファードカードを申し込みの場合ですね、三井住友プラチナプリファードの解約時の年間利用、累計、利用金額に応じて、ポイントを贈呈しますということで、条件はですね、新たに、オリーブフリキシビルペイ、プラチナプリファードに申し込みされた方、また、三井住友 もカードのプラチナプリファードを、えー、フリッシュベルペイプラチナプリファードの入会前後一ヶ月に、えー、解約された方に関してはですねこちら、えー、三井住友プラチナプリファードの解約時の年間累計利用額の金額に応じて五十万円ごとに五千ポイント最大四万ポイントをね獲得することができるっていった形になりますこちら対象期間が二千二十三年の三月一日から二千二四年の二月の二十九日までっていうふうになりますのでもしねプラチナプリファード ね今お持ちの方でこちら解約してこの新しい方にね切り替えされた方はこういった感じのね特典が受けることができるっていった形になりますまあ今回ねこのフリキシビルペイの3つのカードがね発表されましてこれがね発行した方がいいのかっていう話なんですけども今回ねこちら2023年の3月の1日にですね発表されたわけなんですけどもこの動画を撮ってるのは3月2日 で今現在ですねポイントサイトの案件は出ておりませんので これね、まあ、どっちかというと、ポイントサイトの案件が出たらね、発行してもいいのではないのかなと思います。まあ、私はね、発信者ということで、YouTube やってる関係で、まあ、みんなにね、お見せしたいっていう部分がありましたので、まあ、私はもうね、一般カード申し込みさせていただいたわけなんですけども、まあ、ポイントサイトの案件をね、待ってから発行していただくのもね、いいのかな、なんていうふうに思いますし、まあ、私みたいにですね、ちょっと利用してみたいっていう方もですね、まあ、ポイント払いと、デビットモードとかね、まあ、いろんなモードで、 支払うことができますんでまあ、これはかなり斬新ですよねまあ、これを利用されたいっていう方はね発行していただくのもねいいのではないのかなと思いますまたねプラチナプリファードに関しては年会費ね初年度年会費無料キャンペーン受けることができますで、またですね プラチェラプリファードっていうのは SBI の投資信託購入ね5%還元取れるっていう風になりますんでまあ1年間だけでもですね12ヶ月5%ね取れるっていう風になりますんでまあこれだけでもですねマックスで積み立てしていただければ年間3万 V ポイントね獲得することができますのでまあこちらもね ANA カードを持っている方に関しては60%で ANA マイルに交換することもできますしソラシドエアに関してはですね200%で交換することができますので 6万マイルとかにね交換することもできたりしますのでこういった感じでね利用されたい方は発行していただくのもねいいのではないのかなと思いますでこれからね実際に発行されたいっていう方は三井住友銀行のアプリケーションがあるんですけどもこちらですね写ってるかなはいこのアプリですねこちらをアップグレードしてアップデートかアップデートしていただければ このアプリからですね、発行することができるっていう風になりますんで、まあ、こちらからね、利用していただければなぁと思います。ちょっとね、実際の利用方法なんかね、お見せしようかなと思ってたんですけども、本当にポチポチ押していくだけで、あの、すぐできるっていう風になりますんで、まあ、特段ね、難しいこと何にもなかったので、まあ、お見せする、あの、必要もね、ないのかなぁなんていう風に思いました。ですので、ここはちょっと割愛させていただくんですけども、今回ですね、このオリーブフリキシビルペイクレジットカードに関しては、こちらのクレジットカード カードは三井住友カードの三井住友銀行のクレジットカードって思っておいていただいた方が分かりやすいかなと思います。この口座設定に関しても三井住友銀行しか指定することができないんですよね。今までのナンバーレスとかナンバーレスゴールドプラチナプリファードに関しては、まあ、どこの銀行口座でもあの引き落とし口座で指定できたと思うんですけども、このフリキシベルペイのこのクレジットカードに関しては、 三井住友銀行しかね、指定することができないっていう風になりますんで、こちら発行するにはですね、口座解説もね、持ってない方はしていただく必要があるっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいていただければな、なんていう風に思います。それでは次に、オリーブリリース記念最大3万9000円分相当プレゼントということで、非常にね、大きいキャンペーンがやってるように見えるんですけども、こちらですね、私みたいにナンバーレスカードも持っております。で、三井住友カードの銀行、 座座持ってててままますすすそれにデビットカードついい SBI 証券の積立講座、えー、してますみたいなね、まあ、こういった方はですね、ほとんどポイント取れないっていう風になりますんで、こちらね、結構目を引くキャンペーンなんですけども、公式サイトにですね、あなたは何ポイント獲得できますかっていうね、あの、ポイントシミュレーションみたいなのがありますんで、これもね、概要欄に載せておきますんで、これで一回ポチポチやっていただいて、まあ、ポイントがもらえるんだったらその案件利用するみたいなね、まあ、こういった感じで利用していただくのがね、いいのではないのか かなと思います私もこちら実際にやったんですけども私は0ポイントでしたのでまあずっとね私の動画を見てあこの案件お得みたいな感じでやってた方はまあほぼほぼですね0ポイントの方がほとんどではないのかななんていうふうに思いますのでこの点はね注意していただければなと思いますで次にですねこちらオリーブアカウント紹介プログラムということでオリーブのね講座解説で 1000V ポイントがねもらえるキャンペーンが開始になっておりますもしねこちら利用されたい方はですね エントリーしていただいて、概要欄とここら辺にね、あの、紹介コードを載せておきますんで、そちら入れてエントリーしていただいて、えー、翌々、えー、翌月末時点で1万円以上のね、入金が必要になるっていうふうになりますんで、まあ、これだけ入れといていただければ、1000V ポイントね、獲得することができますので、まあ、こちらもね、利用されたい方は、ぜひね、利用していただければなぁと思います。 ということで、今回ですね、オリーブフリーキシビルペイクレジットカード解説ね、させていただいたわけなんですけども、まあ、全体的にお得になるのは、ちょっとどうですかね、SBI 証券の繰り返し見立てで、プラチナプリファードね、利用して5%取りたい方はね、こちら初年の年会費無料でね、また利用することができますので、まあ、こちらはね、かなりいいのではないのかな、なんていうふうに思います。まあ、私はですね、もうあの、楽天キャッシュの方にね、集めたいなと思ってるんで、まあ、利用しない方向ではいるんですけども、 5%ね取りたい方はこちらねプラチナプリパード発行していただいて利用していただくのもねいいのかななんていう風に思いますまたね ポイントサイトの案件がこれからね、来るかもしれないですし、来ないかもしれないんで、まあ私の予想だとですね、今までこの三井住友カードの発表に合わせてポイントサイトの案件って結構出てきたので、まあ今回多分出ないんじゃないかななんて私は予想してるんですけども、まあ明日とかに出てくるかもしれないので、まあもうちょっと待っていただくのもね、手かななんていう風に思います。まああの、このオリーブフリキシビルペイがね、出て最大15%還元でね、あの非常に話題になりました。 ましたけれども対象ではね基本的にここだけっていうふうになりますんでまあここら辺をねよく利用される方はですね めちゃめちゃフルでね、あの、利用していただくのがね、いいのかな、なんていうふうに思うんですけども、私みたいにね、全然利用しない方はですね、まあそこまでね、お得にはなり得ないかな、なんていうふうに思いますので、こちらもね、ぜひ参考にしていただければな、と思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいな、と思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。